ちょっと。 どうだ? お前の愛した元彼はこうやって お前との約束なんかそっちのけで浮気してたんだよ。 お前のことなんてどうだっていいと思ってるんだ。 俺はそういうお前らのドロドロした節だな。 嫌い。刹那。嫌い。大嫌い。みんな嫌い。タコちゃんも、シュンさんも、みんな大嫌い。 母さん。うん。喧嘩してるんでしょ?聞いたわよ。シュンさんっていう人のことで誤解させちゃって謝りたいって何度も言ってた。そんなの。ずっと自分が悪いって責め続けて、かわいそうになっちゃった。かわいそうなのはこっちだよ。もう、そんな言い方して。いいから。母さんはほっといてくれよ。まあ、二人の問題だものね。そういうこと。 俺夕食いらないから。もう寝る。でも一応誠もシュンさんがこっちにいるうちにご挨拶しておいた方がいいわよ。なんであんな奴に。あんな奴って、そういう言い方はないわよ。母さんは何も知らないくせに変なことばっかり言わないでくれよ。刹那に何吹き込まれたか知らないけど迷惑だ。 何も吹き込まれてないって。だったら黙っていてよ。シュンなんてやつ。だから呼び捨てもやめなさい。あんなやつ呼び捨てどころか。誠、母さんと言い争う気はないんだ。ごめん。うん。俺に言えるのはシュンさんってやつが最低の男ってことだけだ。じゃあ待ちなさい。 母さん。刹那さんも最低だとは言っていたわ。でもね、刹那さんが俊さんを嫌っているのとあなたが嫌うのとじゃ全然違うでしょ。ああ違うね。だから刹那さんが俊さんと仲直りできるように誠が頑張らないとダメなのよ。なんでそんなこと。当たり前のことです。おやすみ。刹那さんが ちゃんとシュンさんのことをお父さんって呼んであげられるようにしなくちゃいけないのよ。は?そりゃ浮気ばかりで席も入れずに刹那さんを置いて出ていったのは確かに悪い。刹那さんだって深く傷つくわ。でも誠が同じ気持ちでいちゃ。待って。刹那がシュンさんの娘でしょ?え? え?だってそんなこと全然。あ、そっか。 俺、なんてこと。おかけになった電話は電波の届かないところにおられるか電源が入っておりません。
おかけになった電話は電波の届かないところに。ちょっと出てくれ。頑張ってらっしゃい。うん。刹那の彼氏だったかな。はい。うん。昼よりおとなしいな。昼はあんなに。すみませんでした。うん。昼間はあんなことして。いや、あれは完全に俺が悪いよ。刹那と約束したのに、ついな。これでまた振り出しに戻った。刹那の信頼は取り戻せないかもな。刹那は中ですか？だといいと思ったんだけど、事態はもっと深刻みたいだ。深刻って？お隣の話だともう出た後らしい。どこにですか？居場所を知ってるなら教えてください。無駄だよ。刹那のやつ相当怒ってるからな。それでも行かなくちゃならないんです。気持ちはわかるが、無理だって。無理じゃないです。俺、行きます。そうか？はい。じゃあ、場所くらいは教えてやらんでもないが。お願いします。よし。じゃあ、よく聞けよ。はい。ただいま。お帰り。なお、仲直りできた？少しだけ。うんうん、ちょっとずつ前進ね。そうじゃなくて、シュンさんとだけ仲直りできた。刹那さんは？ねえ、まこと？寝る。それで刹那の居場所は？パリだ。は？パリだよ、パリ、フランスの。それは電車で何駅くらいの？アホ！東京パリ間は飛行機で13時間だ。電車で行けるか？飛行機。お前、パスポートは？パスポートって、海外に行くときに使うっていう。それのことだ、間違ってない。見たこともないので、どんな形をしてるのかも。パスポートの発行は大原市は結構かかるらしいな。諦めろ。なんだよパリって。ダメだ。